増田新一は、日本の実業家、政治活動家、京都府舞鶴市出身、同志社大学法学部在学中に、学徒出陣で王将。熊谷陸軍飛行学校徳三竿に帰省を経て、チラン特攻基地上は死体に配属される。1945年8月10日、ウィリアム・ハルゼー率いる米海軍機動部隊に向け出撃したが、 天候不良と登場期の不調で突入に失敗、帰祷。そのまま終戦を迎えた。戦後復学して、同大学院で田村徳次教授の訓導を受け、広告士官を保持しつつ、労能運動に目覚める。その後地元で、旅館、青年の家、マリーナ統計への傍ら、反基地闘争、反抗害運動を行い、政治団体、政治公団体閉会を組織。 1970年代より、京都市長選挙をはじめ、各種国政選挙に頻繁に立候補し始めた。選挙候補は、手書きの小文字で反読詞がたいほどに埋め尽くされ、政権放送においては白髭を蓄えた風貌に、非幸福姿で、天皇陛下は神様ですと唱えてが称しながら、特攻隊の経験を語り、再軍備反対、反戦、平和、理想選挙、戦と、 天皇申請の実現などを訴えたが、立候補したすべての選挙で快楽戦士、協託金を没収された。2000年6月3日、中央自動車道で運転していたライトバンがトラックに衝突し死亡。読売新聞2000年6月4日、ありがとうございます。